オレンジカフェ時計は2時半を回りましたオレンジカフェの時間です MC は福岡県若年性認知症サポートセンターのセンター長の安倍香里が務めてまいりますこの番組はギノワヒルズ通り FM ギノワ海の見える素敵なスタジオより生放送ではなく録音でこの後3時までお放送いたします皆様最後までお付き合いくださいこの番組ではメッセージを募集しています メールアドレスは7 9 7 f m g u i n o a 1 c o m また f m g u i n ではツイキャスト YouTube ライブで映像と音声をネット配信しています。f m g u i n のホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみください。お気軽に参加してくださいね。ぜひ YouTube チャンネル登録お願いします。またサイマル放送も行っております。スマホで聞く場合アプリリジかマイチューナラジオをダウンロードしていただいたら いつでもこのラジオを楽しむことができますので、皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組に参加してくださいね。はい、今日も始まりましたオレンジカフェです。はい、よろしくお願いします。いますはい。阿部さん今は福岡にいるんですか。はい、福岡にいます。はい、今日は収録収録ということで、はい、お忙しいみたいで、はい。そうなんです。すいません、なかなか収録ばっかりが続いて、申し訳ございません。いえいえはい。どうどんな感じで飛び回ってるんですか。<laughs> <laughs> <laughs> なんか蝶々みたいだったらいいんですけど <laughs> いやいやあの沖縄から帰ってですね八王子というところがあるんですね <laughs> 東京都に、はい、京でその八王子のところでイベントがあったので、うん、私が今勧、えー、めているスローレジとよく似た関係<あ>最初の頃から久慈、えー、というところ、えー、であの岩手県の久慈市でやっているスローショッピング。 いそういういことの発表がある先生とお会いしたかったのでそれと丹野くんだったりとか当事者の佐藤美希ちゃんだったりとかいろんな方々がちょっと集まったので、まあ、楽しいとそれとあの知り合いのっていうか私の親友の子どもさんが、はい、あのその地元の八王子学園というあの学校に行っててボランティア活動して。 で地元のイトーヨーカ堂っていうところにもそういったあのゆっくりお金が払えるのとかいろんなことを考えていこうということで一緒にやってるってことがありましてで田野さんと、まあ、田野さん高校いろんな高校とつながってるんですね、はい、なのでそういった高校ともつながる中に八王子の学園もつながったらいいなっていうことで前もってズームでつなげたり。確か田野さん新潟の 高校とかはい、はい、あと熊本の高校だったり沖縄の高校ともつながってますへえ<ー>、はい、でみんなで高校生の子たちとどうすれば工夫ができるかなみたいな話をしてたりとか<ー>そういうのをしてるので是非、はい、つながればいいなと思って行ってまいりました八王子行って、はいはい、で帰ってきて次の日ちょっと半日仕事をしてまた飛行機で飛んで仙台に行き仙台から山形に移動して山形にいて昨日帰ってきましたすごい、はい、仙台から山形 うん、近いんですよ仙台から山形へ<ー>あの仙台まで飛行機で飛んだ方が早いと思ったんです、はい、今までは東京まで飛んでそこから新幹線で仙台行ってたんですけど全然近くて仙台まで行ったら博多っていうか福岡空港から飛んだら2時間弱で行くんですよ。<ー>でそこから山形まで1時間ぐらい。 のその時はお友達が迎えに来てくれたので、あ一時間ぐらい、そうすごく楽しく行きました。いいですね。車で一時間で行けるんですか。うん、高速道路がつながっててっ、なるほどね。あの知ってますかあのトトロとかあのあのジブリの世界の温泉があるんですよ。はいはい、有名な銀山温泉っていうのがあって、そこの写真仙台じゃなくて山形にあるんですよ。えー でそこの写真が撮りたくて夜の11時近くにそこにく <laughs> 連れてってくれてもう怪しい人になりまくって思ったもうか誰この人みたいな顔して見られたんで「えー、こんばんは」って地元の人に挨拶して <laughs> で写真撮ってからまたダッシュで帰ったっていうであでもパワフルですけど忙しいですね そうですね次の日は実は認知症の人と家族の会っていうのがありましてそこで全国研究集会っていうのがあってそこに私たちがやっている見払いコードを応募してたんですよ。そしたら選んでいただきましてそれで山形のそこで発表させていただくとそうういいこともさせてたただきましすごい、それが全国に広げるために今、活動しているっていう。 そうなんです。はい。大変です。すごいな。いやいや、でもね、結構皆さん知ってくださると、ドクターでもそうだよねって言ってくれるんですよ。やっぱでも一番はあのカミングアウトできるか、そこがネックです。自分が認知症ってことをカミングアウトしなければ、この言葉は存在しても意味がないんですよね。そっかそっか。そう。あのさっきおっしゃって名前がわがったこの丹野さんとか。 あるいは佐藤さんとか、うん、佐藤美希さんって、あの、うん。佐藤美希さんですね。女優、女優みたいな女性ですよね。そうです。そうです。そうです。美希ちゃんモデルですからね。はい。写真しか見たことないですけど。こういう方々がやっぱり、カミングアウトすることによって、しやすくもなるっていう感じなんですかね。そうですね。で、田野さんにしても、あの佐藤美希ちゃんにしても、二人とも、やっぱり、はい。 そういうい相談を受けるることがあるんですよねあ<ー>で特に今こういった「見払い行動」って言葉を前に出していく中で、うん、相談件数も増えてきてると思うんですよ。今までは隠しておこうとかあったのがですねうん、うん、ただあの私は両方にとって大変なことだと思うんですよ。はい、例えば当事者も大変家族も大変、はい、だけどお店も大変。うん、結局万引きと ことをされて、お店が潰れてしまったお店もいっぱいあるんですよ。ど、はい、うしても。じゃ、そうやって考えたときに、見払い行動っていう言葉をね。うん、あの正義の権のうに振り回すことは、それは違うと私は思ってて。ああ、なるほどね。うん、だから、どっちにとってもいいっていうことがあるし。どっちもが譲らないといけないこともあると思ってるんですよ。うん、だから、例えば、お店側にしてみたら、わからないでしょっていうのが当たり前なんですよ。 どの人がそういうことする人で<ー>本当にそうする人は誰なのっていうのがあるんですよああ確かにう,うん。それで、うん、まあいろんな人と話をしていくとやっぱりそのまあ、本当にそういうことされる方っていうのは高いものをされると、はい、でもあ<ー>当事者の方っていうのはそこにあるもので自分が欲しいと思ったもので例えばその場でおまんじゅうを食べたりすることもあるんですねそしたらそのおまんじゅうを食べたりすることが、うん、やっぱりその えってこう店員さんしたら思いますよね。はいははい、でも本人はそんなこと悪いと思ってない。前頭とかが、まあ、育ってない子供が物を食べると一緒の状態ですから、ね。はいはいはい。ええー、でも、そういったことでも、お店には全部一緒に見えたんですよ、まあ、うちの店でなんて悪いことする人なんだと。確かに、区別は、難しそうですね。うん そうなんですだから例えばほら、堂々とお店から持って万引きする人もいるんですよ、夫として。じゃあ、その人と認知症になった当事者が、うん、物を載せて分からず忘れてしまって出るっていうことで、まあ、捕まってしまうっていうのがあってもどう違うんだって思うと。だからこそきちっとした診断をドクターにも書いてもらわないといけない、うん、あだからカミングアウトがそもそも必要だよってことですか。 そうなんですだからドクターたちも協力してもらうとこれは変わらないと思っていてだからあのドクターとかがあの例えば BPSD って言って中核症状じゃなくて、はい、あのそういった まあ不中,中核症状があってそれに対して、うん、あの周辺症状っていうのを言うんですけど、うん、そこの周辺症状はいろんなことがある例えば物を取られたとかいう人もいらっしゃるし<ー>あのご飯食べてないっていう人もいらっしゃると、はい、かお出かけしたまま迷われる方もいるんですけど、うん、その一つとして未払い行動って言葉を位置づけてほしいと<ー>忘れるということから来る見あのお金を払ってそういう人なんですよってことを例えば診断書をもらいました。うん、でそれをもににいつも行く、うん、あのお店に 持って行って実はこういう人なんです。うん、ただこれだけじゃダメなんですよ。だからこの人はそうした。だから、写真付きとかで見払い行動する人ですよ。ってことをちゃんと証明するので、うん、お店を出る前にそう言ったことはないかを聞いてください。ってことなんですよ。はい、はい、はいはい、はい。そしたら聞いてもらったら、本人たちもお金払うのにって言うんですよ。うん、それが事実なんですよ。本人たち悪気がってやってないからだから。はい カミングアウトっていうのは例えば見払い行動しますよとかそれをちゃんと人に言えるうん、うん、多分それが言えないからこんなこと起きてると思ってます。僕がじゃあそうなった場合言えるかなって今考えたんですけどどどううかなと思うんですけどねそう,そうでしょう<ー>それはどな,ぜかとなぜかと言ったら、はい、認知症に対するスティグマなんですよ うん認知症の病気になることがまだまだ皆さんは嫌なな病気なんです、はい、残念ながらだからその病気になったからっていう症状の人としてそういうことが起きるってことを言うってことは自分がバカにされないかとか自分がそういうことをしたらお店の人に冷たくされないかっていうこですね。 考え方逆転したらそれを堂々ということは、はい、私はそういうことをすることが病,状病気の症状ですよってことを宣言するわけだから全然恥ずかしくもないし自分を守ってくれることなんですよ。そこを皆さんがどう乗り越えるかっていうのは今度の課題だったと、ね、気じゃ思います。かでもねなんかイメージ的に病気じゃないみたいなニュアンスがあるんですよね。 そうなんですよそこが多分まだまだ差別されてるとこなんでしょうね,ねなんか例えばうつ病とかもそうだと思うんですけどなんか病気というよりは何だろうな、うん、病気って思えば言いやすいじゃないですか僕が例えば認知症になってもそういう病気だからもうしょうがないよねって言えるんですけどなんか勝手にイメージが「病気」 っっててていいいいうの、ね、うのに結びついてないっていうのがなが、ねうん、だからよく丹野くんが言うんですけどね、はい、なんで骨折した人に走れとは言わないのに認知症の人がね、うん、忘れたって言ったらなんで忘れるんだって怒るんだとそうんですよ。脳の病気だから脳の覚えるとかそういうとこがねやっぱり動かないからなっていることを見えないからだと思いますはい、はい、多分外から。ですね。 多分外から見えたらそんなことはないと思うんですけど、うん、脳の中って結果的に認証ってなくなって解剖しないとわからないって言われてる病気なんでええー、そうなんだ、ね、そうなんですそう。だから例えばアルツハイマー型ですって言われても型だからはい。なくなった後細胞をちゃんと分析して初めてアルツハイマーだったんですねって確定申告なんですよ。ええー、そうなんだそう,うかだからなおさらみんながえー本当かなとか、うん、この人 認知症って言ってるけど喋るって言うんだけど認知症じゃないんじゃないのとかね自分でどっか行けるって本当は認知症じゃないんじゃないのってうんいやでも脳もたくさん機能があるのでダメになる場所によって違うんですよねうんだからその辺がやっぱり普通の病気とは違ってしんどいかもしれませんそうですね、はい、コマーシャルいきましょうかコマーシャル <laughs>、はい。それでは一旦 CM ですはい おばあちうんお友達とグランドゴルフしてると楽しくて吹き飛ぶのだからいつも笑顔なんだ、うん、うん、あんたも自分の好きなことした方がいいようん何歳になっても可能性を持ち続ける社会にウェルビーイングな日常を生み出す人企業を育むトラピ NPO 法人認知症フレンドシップクラブは認知症になっても安心して暮らせるまちづくりの活動をサポートする地域活動の応援団です 認知症の人と走るなんともビオレンジというまづくり基金の女性活動など地域の中に安心と信頼を認知症フレンドシップクラブにあなたも加わりませんか全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります問題解決のための対策を考えたり情報発信をしています現在はコロナ相談室も開設しています03-6380-0166 全国若年認知症協議会。はいはい今日のオレンジカフェは録音でやっております。はい、えー、私がここのとこ走り回ってる中んか話を今下 <laughs>、ね、さんに聞いてもらってうん今見払い行動についてちょっと掘り下げた話をしてい,っています。そうです、ね、はいでははいじゃ質問してもらって大丈夫ですよ。だからさっき、はい、ほら見払い行動かどうか。 本当の犯罪かどうかわからないっておっしゃったじゃないですか、それ、確かに大きい課題だと思うんですけど、はい、他にもそういう課題とかってあるんですか、そ、うん、そのうですね,ですねやっぱりね、先ほどは商店の話をしましたよね、お店の立場、うん、で、やっぱり捕まえるという立場の警察の立場なんですね。 警察から見たらたとえ病気であろうと何であろうと、うん、犯罪は犯罪だっておっしゃるんですよ。だから、えー、そのお医者さんがたと、うん、え診断書でこの人はそういうことするよって書いたとしても、はい、物を取った事実には違いいがないと、うんうん。だからそこをどう理解してもらうかってことでやっぱり物を取るっていうのは、はい、まあ 何ていうのかなわざとやってるわけではないって言っても事実ととしててて物を取ってた、うん、取っったることなんですねだからそこをどういうふうに警察の中でも理解してってもらわないといけないかっていう壁もあります。 そっかそこでちゃんと警察にも、うん、の立場からもできるような仕組みみたいなのをだから例えばそういった診断書をもらいそれから条件があります、はい、ちゃんと診断書をもらって、うん、ドクターのその診断書を持って商店とかそういうところに登録とか包括とか行政が全部絡んでて逆にそういう人ですよってことを家族も納得の上本人も納得の上で警察に届け出ができるというと思うんです。うん 今あの迷子になられる方がいるじゃないですかそういう方々、まあ、徘徊って言葉はよくないんですけど、うん、その方々だって届け出があるわけですよ警察に SOS、はい、みたいなそうですねだからそういった届け出のような見払い行動をする人も届け出ができたらいいと思ってます、うん、ははただ前もって警察に上がってきてまあ、はい、この人はそういう人だっていうことで届け出がありますよって言ったらそこでクリアできると思うんですよ 知らないかったらここに当てはまらなかったら結局そうじゃない人たちだから結果的に違うとなるわけでだから商点の中でも分かってもらってガードマンにも言ってもらって、うん、ガードマンさんちょっとその人出ようとしてたらそれ払ってないよってあなたそういう人でしたよねって声をかけてあげるといいしそれでも本人がわってなったら家族に、ねうん、伝えますねって家族がお金を持ってくるって何重にもそういった策を取ったらいいと思います。ははははいはい、はいい それでやった上ででもどうしてもそういうとこでもこう漏れる方がいると思うんですよね。そのためにもやっぱりこう、ね、お世話になる先って大変ですけど、はい、警察の方にもちゃんと届けでしようよと。だってなりたくてなるわけじゃないんですよ認知症って。そうですね、うん、なのにこんなふうに言われるのは違うと思ってるので。 そういういいにしないともうこの間も入ってきたケースは家族が土下座した山、えー、でで出入り禁止ですよそれで、えー、お店にしたら結局そういう人が、ね、毎回のように来て取っていくからそんなことしたら店に取ったらイメージダウンだから警察呼ぶとでも来ない、えー、そっかで,で,こで警察に行ったら警察はこんな人をね一人,ぼ一人でね大体買い物行かせるあんたたちが悪いからもう施設に入れてくださいって言われて。 えー、その言い方もまたちょっと違うな、うん。で、えっと、別のケースでは5時間か6時間、うん、朝の11時から夕方の5時まで取り調べですよ。えー、その取り調べだって本人そんなことして覚えが忘れてるんだから答えれませんよ。弁護士が入ったそういうケースまだまだあるんですかいっぱいありますよ。だから弁護士さんが入って弁護士さんが違うんですって言ってもダメなんですよ。そ、はい、それはそれは ものを取ったで、実がここにあるから窃盗です。です、えー、ちょっとあれですね。うん、厳しいですよ。では、これからに。ね、そう、でもね、それが警察のお仕事だから、じは仕方ない。うんだって、そうやって教育受けられるじゃないですか。はい,は,いは,いはい、はい。やっぱり、治安を守るって、そういうことだから。うん、確かに。私は警察の人の気持ちもわかるんです。で。 たまたまうち、ね、知り合いの方で話聞いたのがですねはい、はい、警察の方で、まあ、家族がそういうふうに認知症になった時に「うん、いやーなってみて自分が家族でわかるからやっぱりそういうふうな時の人に優しく言えば分かったね」なんておっしゃってましたけど<ー>、うん、でもやっぱりそういう人がいるから日本の治安を守られてるわけだから、うん、だからそこをみんなが平和っていうか収まるところに持っていかないといけないと思っていて。 だからそのためには仕組みがいるんです仕組組みみががんそうですね、うん、なんか,なんかの僕の住んでるアパートでその下で認知症の方がずっといたんですよはい、はい、朝うん、うん、僕が出る時から夜帰ってくるまでいてううん,うん、うん、であもう絶対おかしいなと思うじゃないですかううううんうんうん、うんでそばにも人がいたから聞いたら「警察呼んだ」っつってて「うん,うん,うん。あじゃあよかったよかった」と思ってで。うんうん 一応はこのこの人も全然違う人なんです。別の人親族でも何でもない人が警察読んでるんですよ。でその人女性だったのであ僕もじゃあ一緒に待ちましょうねっつって待ってたら警察来てそしたらね警察の対応がやっぱりちょっとなんていうのかな強いんですよ。うんうんそうだと思います。何してんのみたいな。うんうんうんまたですかみたいなみたいな。いな <laughs> そしたらこの 認知症の方も、まあ、おじいちゃんだったんですけどお前なんかもう帰れみたいなちょっと強いんですよやっぱり喧嘩腰越しになっちゃうあれを見て、うん、なんかねなんかね何かどうにか警察も警察もですね、うん、やっぱり認知症の人が昔よりもっと増えてきてるんですよだからそういう探検って増えてると思うんですよ,ですよね出たりとか絶対増えてると思うんですよね。そうで まして警察の方もまあサポーター寄せとかされるけどですねされてるとこもあるんですけど、はいはい、じゃあどう声かけしたらいいのとかうん、うん、どういう風に言ったらいいのっていうのをやっぱり学ぶ機会はないし逆に学んだとしてもですね、はい、そのことを学んだとしてもやっぱりそのことを。 何て言うんですかね？実践するっていうのは難しいと思うんですよ。見分けつかな、はいというか。だから、例えば a さん、b さん c さんっていて、はい、その中で認知症の人はどなたでしょう？ってなって、みんな同じ声かけだと思うんですよ。はい、はい、はいはい。うん,うん。なるほど、ね。それは認知症の人だから優しく声かけましょう。とか、うん、そういうこと言われても難しいと思うんです。はい、だって教育されてくるわけでしょ。みんな警察学校で。 だからそこでやっぱり警察学校でこれから認知症の人がね、うん、増えるから、そこを学びましょうっていう、そういう授業があったらいいけど、多分まだないと思うなんか、サポート養成講座ぐらいは。それ受けてる方いらっしゃいますよ、ね、結構。あのマストで やればいいのになあ、うん、とは思うんですけどね。結構警察も受けてくださってはいるみたいなんですけど。はいはい。でもサポーター要請は医学モデルなんですよ。今。ほとんど病気になったらこんなふうになりますと。どんどんこんな悪化せますってことだから。地域で生きてる認知症の内容ではないんですよ。あ,あ、そうなんですか。うん。だから受けたら。 皆さんによく私、この間も言ったんですけど、うんうん、受けた後に何が起きるかって言ったら、認知症の人って大変だよねって、私はなりたくないよねってなって、ね、<laughs> その後になると、どこに認知症の人いるの、どこどこ、あっ、いたいたってなるわけですよ。<ー>でいたら、こんなふうになったら、地域にいたら困るよねって言って、でも見守ろうねって最初見守るんですけど、はいはい、どんどん気になることが増えるわけです。<ー>じゃあ、これを当事者から言われたら、監視されてますって感じですね。 <laughs> あなるほどそういう視線とかもやっぱちゃんと分かれるんですもんね分かります分かるで監視されて最後言われるのがこんな人が地域見たら迷惑だからどっか行ってってなるんですだかと今その、えー、と地域版の認知症サポーター要請のテキストを、まあ、国全体でも変えようとしてますけど、えー、私たちもそれを考えていこうと思いますそ,そうしないと、はいうん、ダメだと思います、はい、僕が受けたのでかだから買い物をうん、うん、こんな 人もいるから買い物温かく見守ろうって僕はレジのあれで思ったんですよ。うん,うんうんうん。それよりももっと地域版みたいな感じなんですか。そうですそうです。<ー>だから工夫の話ですよ。あはいはいはい。なるほど、うん。だから工夫を入れてあげないとみんな不安だけ残りますよ、ね。うん、なりたくないと。はいはい,はいはい。だからなりたくないものに対して人はどう思うかって言ったら、うん、そういうたちをこう除外しようと思うんですよ。あは。 心理ですよこれは心理が出てじゃ除外しようと思った時にたその人たちを認めたら自分もなることを認めることになるんですよ。うんだからなったって平気じゃんって世の中になったら全然平気なの中になると思。だからそれを目指していかないといけないと思ってます、ね。ですね。実際に本当に誰でもなるって、うん、僕も安倍さんからも橋本さんからも何度も言われて、うん、あのやっぱりね。 それは避けて通れないだろうなっていうのはあるので、うんうんうん、そうなんです。自分がなった時にね、行きやすくなってればいいんですけど。そうなんですよ。<laughs> だからまあ I T が今だいぶん進んできてるから、はいはい、例えばそのクレジットカード機能じゃないけどそういうものがないとお店に入れなかったり、あとは買い物をした持って出ようと思った計算がバッとされててもう全部後で請求来るとか、はい、いろんな世の中に変わってるから、そういうふうになっていけば。 当たり前だと思うんだけど、でも、そうなっても、そういうものが使える人と使えない人がいるわけだから、うん。そうですね。だから、やっぱ人海戦術ですね。それは大事だと思って。うん、なるほど。私も、あの、言い続ける勇気を持ってますが、ずっと言いますよ。<laughs> <laughs> いや<ー>、さすがですね。いえ、いえ、いえ、でも、本当に、あの、始まったので。宣言をしてやると言って、うん、もみんなの前で公表したので。うん、公表した以上は、やっぱり、やっていきたいと。 はいはいはい。なるほど。わりました。今日は。わかりました。いや、でも面白かったです。えっと、はい、ありがとうございます。あと一分、三十秒ぐらいなんですけども。はい。まとめますか。はい、そうですね。認知症になったとしても。はい。あの、優しい街とか、そういう表現はいらないと。思うん。認知症だからとか、そういう言葉もいらないと思います。認知症は特別な病気ではなく、誰でもがなる当たり前の病気です。 だからその当たり前の病気になった時に自分だったり家族だったりが買い物に行った時に何てことしたんだって怒られていけなくなったら寂しいと思いませんかんそのためにも今のうちからみんなで備えてそういった工夫をしっかりとできる体制を作っていけば何にも怖くない認知症になることが逆に本質が見えてきて自分の生き方を試されるものだと思っています。 なので、ぜひこれからも、沖縄県の中でも皆さんが、そういったことを考えて、くださる機会があれば。ぜひ一緒に、えー、考えていければな、ということは願っております。以上です。はい、ありがとうございます。えーはい、オレンジカフェ。以上です。じゃあ、また、来週、はい。はい、ラッシしとみさんでしたよ、ね。ですね、よろしく。はい、よろしくお願いします。はい、いますはい、では、さよなら。さよなら。ありがとうございました。